HMS スピーディは1782年に浸水したイギリス海軍の14モンスループ。戦型はブリッグである。スピーディは1794年にフランス海軍のフリゲートセリウズに露飾されたが、1795年にイギリス海軍のフリゲートインコンスタントによって奪還された。1801年以降、有名なトマス・コクランが本館を指揮した。 コクランはスピーディにおいてその最も有名な戦火、1801年5月6日のスペインのジーベックエルガモの路角を成し遂げた。エルガモはスピーディが14門の方と54人の乗組員しかいないのに対して32門の方と319人の乗組員を持っていた。1801年7月3日、地中海で足の遅い輸送船を越えしているとき、スピーディは リノは提督の指揮する三隻のフランスフリゲート戦隊の攻撃を受けた。数時間の戦闘の後、コクランは降伏を余儀なくされた。スピーディはフランスによってサンピエールと名を改められ、その後強行領海軍に引き渡されてサンピエトロとなった。そして1807年に解体されるまで強行領海軍に止まった。パトリック・オブライアンの小説、新鋭艦長。 戦乱の海へのストーリーは、その一部に、スピーディの逸話を取り入れている。ありがとうございます。